この天原は名実ともにこの俺高沼の半左衛門が支配する町となった。そこで俺は青戸組の組長の座を先代より引き継ぎ、さらなる勢力拡大を目指すつもりだ。ついては古文のお前たちとも改めて誓いの杯を取り交わし、結束を固めたい。いやーめでたいめでたい。奉行所も俺の支配下にあるし、これで怖いものは何もない。なあ半左衛門。親分と呼んでもらいたいな。安野さんよ、けじめってもんがあるぜ。いや、そうだったな、親分。ところで、一番の功労者はどうした？あの浪人の姿が見えないようだが。あの野郎は、俺を裏切りやがった。なんだって？だから京次郎に始末をさせた。これからは、誰でも組を裏切る奴には死んでもらう。わかったな、お前たち。どうした京次郎、何がおかしい？裏切り者には死よ。それが親分の方針ってわけだね。ああ、それがどうした？じゃあ死ぬのはあんただね。なんだと？聞いた通りだよ親分。いや半左衛門、今日はめでたい襲名式だが、それはあんたのじゃない。てめえやつの、どういうことだ？こういうことだ親分。どうぞ。お前は死んだはずじゃ。おめでとうございます親分。なんだよ、一体全体お前らどうしちまったんだよ。どうもこうもないぜ。最も力のある者が天原を抑えるのが道理、そうあんた自身が言ってたでしょうが。そうそう、だから先代の親分をやっちまったんでしょ。そもそもの裏切り者はあんただ。なんだと？まあそういうわけだ。新しい天原の支配者はこちらの方だと皆の意見が一致したのさ。そうそう、あんたよりこの先ずっと面白くしてくれそうだからね。バカ、そんなこと俺は認めねえ。怪我ねえ。見事だね。さすが天原の、いや日本一の親分となるだろうお方だ。これからも私たちの前にはこんな美しい血の海が広がることだろうよ。楽しみだね。親分、おめでとうございます。ねえあんた、
ここにやってきた親分連中を 2,3 人切ってきてもいいかい？どうにもこうにも体がうずいてしょうがないんだよ。こうして裏の世界に君臨するべく一人の男の戦いが始まった。騒乱の時代の中、己の欲望にのみ忠実であろうとする者たちこそが、あるいは真に純粋であるのかもしれない。たとえそれが無数の屍とおびただしい血によって塗り固められた道を歩むことであったとしても。